ハレルヤ、ホサンナ生家隊の美しい賛美、またヘプシバ賛美チームの監視賛美にも心から感謝いたします、えーえー。天気が暖かくなってきました。だんだん暑くなってきているんですけれども、夏が今迫っています。また夜には涼しくなり、えー、このような時期に。えー 風邪をひかないよう気をつけてください。今日私は、ヨハネによる福音書14章、16節から26節を通して、聖霊の見業聖霊の見業という題名で見言葉を語りたいと思います。今日は、五巡節ですね、五純節。この五巡節というものは、弟子たちに聖霊が降臨して、 教会が誕生した日であります。教会の誕生日のような日ですね。この教会の設立者は誰ですか、皆さん。私ですか違いますよね。教会の設立者は精霊であります。精霊。精霊が降臨することによって教会が始まったわけですね。ですから、精霊がなければ教会がありません。ですから、この日、この手術は、その 教会をを設立されたその日を記念すする手術礼拝であります私は今日聖霊の御業という題名で御言葉を語りたいと思います。今日の本文を見るとイエス様は弟子たちに宗字化にかかられる前に心配するなと語られましたね。その内容は何かというと私は十字架で死ななければいけないと。またあなた方の目の前から亡くなると。 しかし、神様に祈り、また違う他の精霊をあなた方に送ると語られました。この精霊は決してあなた方を離れることなく、またあなた方から離れることなく、共におられる方だと語られましたね。それが精霊であります。 信徒に聖霊がなければ、その人は信徒ではありません。また、教会に聖霊がなければ、教会でもありません。聖霊が、えー、その中心なわけですね。第1コリント12章3節を見ると、聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるということはできないと語っていますね。聖霊によらなければ、イエスは主であると告白できないわけです、皆さん。私たち皆さんがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを 迎え入れて私たちの救い主だと告白するということは私たち自身がするのではなく精霊によるものであることを意味しているわけですね。皆さんが信じてイエスが主であると告白するならばそれは精霊が皆さんの中にあるという証しなわけです。ですからこの精霊の見業精霊の働きは何なのか今日私は共に見てみたいと思います。 まず1つ目に、聖霊の見業は真理の御言葉の見業です。聖霊というものは真理の霊であります。また知恵の霊とも語られています。真理の霊、また知恵の霊。今日の本文でもイエス様は真理の霊だと語っていますね。真理の御霊であると。またエペソ1章17節を見ても、 記録されています。エペソ1章17節を見ても、キリストイエスの神、栄光の父が知恵と啓示との霊をあなた方に与えると語っていますね。聖霊を受けると、真理を悟ることができます。また私たちに知恵が与えられるわけです。私たちが生きる中で知恵がどれほど重要でしょうか。知恵がなければ私たちは暮らすのが大変なわけです。信玄、 一章二十節から三十節を見ると、その知,恵の知恵について記録されています。知恵というものを人のように語ってですね、人のように表現しているわけです。知恵は神様の御言葉ですよね。イエス・キリストが知恵自身であると聖書では確かに記録されています。その知恵が、 町の中で人々に語るわけです。その知恵の働き、知恵の叫びを聞く人がいないと語っているんですね。信玄一章二十二節を見ると知恵、知恵のない者たちよと語っていますね。知恵を聞かない者、叫びに耳を傾けない者は知恵のない者たちであると。あざける者であり、愚かな者であると語っています。 あざけり楽しみ、愚かなものであると、資料のないものであると語っていますね。ですから、いつまであなた方は知恵を憎むのかと語っていますね。よく読んでみると、信玄一章二十六節から二十八節を見ると、知恵の警告を無視した結果について記録していますね。知恵の御言葉を聞かなかったため、どうなるかと。まず一つ目に、 災いが望むときに、災いに会うときに、神様が現れると語っています。笑われるとなぜ神様が私たちが災いに会うときに笑われるんですか、皆さん。神様が知恵を通して、継続して、警告をするにもかかわらず、それを聞かなければ災い,が遭うんだ災いに会うんだと。そのときに神様は笑われると語っているんです。皆さん。 2番目は、28節を見ると、祈っても聞かれないと語っています。知恵を無視した者、拒否した者の祈りは、災いが来たとしても、その祈りに応えられないと語っています。また、結局3つ目は、結局自分の行いの身をくらって、自分の計りごとに飽きると語っていますね、31節に。 信玄一章31節から32節になります。自分の行いの身を喰らい、自分の計りごとに飽きると。城のない者の不従順は己を殺し、愚かな者の安楽は己を滅ぼすと語っていますね。自分のその間違った歩みによって結局は滅んでしまうと、殺されると語っているわけです。しかしその反対に知恵の警告を聞いて、 しっかりとその通りで行うものはどうなりますか信玄一条23節と24節に記録されていますね。知恵の警告を聞く人には神様の霊を与えてくださると語っています。その御言葉を悟らせてくださると語っています。知恵を継続,継続して聞くと、その霊が私たちの中に入って、御言葉を悟らせてくださると。 そして、御言葉の通り、生きることができるようにしてくださいます。そうすると、33節のように、どんな災いが来たとしても、安全であると語っていますね。一三33節です。ですから、神様の御言葉のまま歩む者は、決して災いが、その信徒には与えられないわけです。安全な祝福が与えられるわけですよね。私に聞き従う者は安らかに住まい、 災いに遭う恐れもなく安全であると語っています。ですから私たちはこの知恵の御言葉をしっかりと聞き入れなければいけないわけです。そしてその中にある精霊を受けて御言葉の通りに暮らしていく信徒とならなければならないわけです。それを信じる皆さんとなってください。この目的のために精霊をくださるんです。聖霊を。第一リント二章十二節になりますね。第一リント二章十二節を見ると、 私たちは受けたのはこの世の霊ではなく神からの霊であると神から受け取ったその賜った恵みを悟るためであると語っています御言葉を聞くことによってその御言葉を守らせてくださるのが精霊の働きなわけです御霊の働きそれを真理の霊であると語りますですからこの御言葉をしっかりと守ればヨハネ14章23節今日の本文のように 誰でも私を愛するならば私の言葉を守るであろうと私の父はその人を愛しまた私たちはその人のところに行ってその人と共に一緒に住むであろうと語っていますね。御言葉を守る者にどうしてくださるんですか神様の神様とイエス・キリストが来られて私たちと共に一緒に住んでくださると共におられると語っているわけです。 また大きな2番目、精霊の働きは祈りの働きです。祈りの見業精霊の働きは祈りの働きであります。祈ることによって精霊を受けます。また精霊を受けることによってもっと強く祈ることができるように恵みをくださるわけです。ですから精霊と祈りの関係は相互的な関係です。両方が必要なわけですね。 五巡節の時、イエス・キリストの弟子たちが精霊を受ける前に何をしていましたか皆が一緒に集まって、心を合わせて祈っていたと、使徒行伝1章14節に記録されていますね。その心を合わせた、その祈りをすることによって、そこに精霊が与えられたわけです。また、ローマ人への手紙8章26節を見ると、そして人の心を探り知る方は、 御霊の思うところが何であるるかを知っておられるなぜなら御霊は生徒のために神のみむれにかなう取りなしをしてくださるからであると語っていますね。皆さんどれほど感謝でしょう私たちが生きていく中でいろいろな問題に直面するわけですよね。心配事が多くあります。そういう時に私たちにいろんな問題が、えー 与えられるとどうなりますか店の問題、お仕事の問題、子供の問題、夫婦の問題、いろいろな問題が私たちに来ると、恵みを受けた信徒であっても力をなくしてしまうわけですよね。祈ることもできなくなります。しかし、このローマ人への手紙8章26節を見ると、そういう時に御霊が私たち祈ることが何であるかを知っておられて、 私たちのために代わりに祈ってくださると、取りなしの祈りをしてくださると語っています。私たちが祈ることができないときに、誰かが私たちを知って、私たちのために祈ってくださると、それが聖霊であると語っています。どれほど感謝なことでしょうか元老木先生はメッセージの中でこう語られました。イエス・キリストを何十年信じながらも、聖霊が私の ために祈ってくださることに対して感謝したことがあるのかと語られました。私のために取り出してくださるこの祈り,に祈り,に祈りをしてくださる御霊に感謝したことがあるのかと。聖霊は私たちのために私たちが知らないうちに祈って,おく,祈ってくださるわけですね。また聖霊の御霊に従う祈りというものは私たちのすべてのこの 問題から突破できる力を与えてくださると語っています。ですから祈らなければいけないんですね。イエス・キリストが変化の山に登られてから、ある悪霊に取りつかわれた息子,を持って息子を持った父が来ました。そしてイエス様が祈られたときにどうなりましたか その悪霊を追い出すことはできましたよねその次に語られた御言葉がマルコ9章29節です。祈りの他には祈りの他にはこのような霊が出ることはできないと語っていますね。祈りによらなければどうしても追い出すことはできないと。ですから私たちは祈らなければいけないわけです。その当時も弟子たちもですね祈ることはできなかったわけです。だから力がなかったんですね。 しかし、ご純節のこの聖霊を受けてからは、弟子たちが祈りの力も得ました。そしてその祈りの力を得て、御言葉を語り、また病んだものを治し、癒し、そういう働きをしていたわけですね。祈ることは大変なことであります。皆さん、祈ることはどうですか簡単ですか大変なことです。祈りは労働とも言えます。皆さん、労働。 霊的なな労働なんですね力を尽くして祈らなければならないわけです。本当に苦しい、そういう働きでもあります。ですから私たちは自分自身のために強く祈らなければいけません。精霊に満たされるように祈らなければいけません。精霊によって満たされればまた新しい力を得てもっと強く祈ることができるようになります。また聖書で祈らなければならない理由について、イエス様は、 誘惑に陥らないように目を覚まして祈りなさいと語られました。アダムの子孫、全ての人間は弱いものであります。ですから、いくら恵みを受けたとしても世の中の誘惑に、えー、襲われることが多いと語っていますね。ですから私たちは祈りを盾としなければいけないと語っています。盾。祈りを防御として防御としてとして、防御幕として。 立てななけければいけないと世の中はとても強く私たちは弱いから祈りがなければその誘惑に陥ってしまうと語っているんですねまた26章41節を見るとイエス様が弟子たちに語られましたよね誘惑に陥らないように目を覚まして祈りな,祈りなさいと心は熱しているが肉体が弱いのであると語っています血せまでで語られた御言葉ですよね この御言葉を聞いてから弟子たちはどうなりましたか祈ることができず、また眠ってしまいましたね。その弟子たちの姿が今、私たちの姿であります。目を覚まして祈りなさいというその御言葉をしっかりとつかんで、祈るときに私たちは精霊を受け、また祈り,を祈りに勝利する皆さんとなることを忍び直って祝福いたします。 また祈りは自分自身に打ち勝つものであります。祈りは自分自身に打ち勝つことができる力であります。この信仰生活は自分自身との争いです。その争いも自分の力で勝つことができる人は多くありません。信玄一章30節から31節を見ても全て自分の計画、 自分の計りごとにつまずいてしまうと語っています。自分との争いに負けてしまう人なんですね。では、どうすれば自分自身との争いに勝つことができるでしょうか聖書では、精霊の働きをなくして勝つことができないと語っています。ですから、私たちは祈るべきなんですね。祈れば、自分自身を拒むことができる力を得ることができます。 自分自身を拒むこと精霊の御業を通して祈る時に私たちは一つとなれると語っています教会が一つとなるということはどれほど大変なことでしょうか皆さん一人一人が違う場所違うところで生きていた人たちですよねどうやって一つとなることができますかそれは祈りによって一つとなれると語っているんですなぜならば祈る人は 自分中心の姿から共同体中心の姿へと変わるからであると語っています。祈ればどうなりますか自分中心、自己中心的なそういう考えから共同体中心の暮らしへと変わっていくと語っています。それは祈りをしなければ ずっと自己中心的な暮らしをすることになるということを意味していますね。また、祈ることによって、人間の間違った欲望を壊し、神様の御言葉に従順することができると語っています。間違った欲望を壊し、そして神様の御言葉に従順することができるのが、この祈りの結果です。 私たちは欲がありますよねしかし祈る人はその欲に打ち勝ってその欲を捨てて神様の御言葉の前に従順することができる信徒となれるとそれが聖書に記録されている神様の約束ですその約束を信じて皆さん祈らなければいけないんですね皆さんどれほど感謝でしょう私たちは自分一人で祈るのではなく精霊によって共に祈ってくださるわけです 私の代わりに、またローマ発祥23節を見ても、イエス・キリストも神様の右に立って、私たちを、私たちのために取りなしの祈りをしてくださると語っています。どれほど感謝でしょう私たちのために祈ってくださる方が多くあるわけです。ですから私たちは自分自身もその祈りに参加しなければいけないわけですよね。 大きな3つ目です聖霊の御業は火の御業であります火の御業火マタイ3章11節を見ると聖霊パプテスマのヨハネが私は水によって聖霊パプテスマを受けるけれどもイエス・キリストは火と聖霊 精霊と人によってあなた方にバプテスマはお授けになると語っていますね精霊と火によってとまた3章11節になります使徒行伝2章3節にも記録されていますまたルカによる福音書12章49節を見ても私が火をこの地に投げつけるために来たと語られました火を投じるために来たのだと火がすでに燃えていたなら 私はどんなに願っていることかと、早く火がつけばいいのにと語っているんですね。その火が精霊の火です。その火がつくためには何か焚き火などそういう火がつくようなものがなければいけませんよね。燃料が必要なわけです。聖書ではこの精霊を油としています。使徒行伝10章 38節を見ても神様がナザレイエスにこの精霊を油注ぐように注がれたと語っていますね。御霊と力と注がれたと。皆さん、旧約聖書を見ると宮の中に、聖殿の中に金の灯火がありますよね。がありますその食材に 照らされているその灯火を人の魂だと語っていますね。震言20章27節を見ると、人の魂は主の灯火であると語っています。旧約で祭司たちが行う重要なことは何かというと、その食台灯火が消えないように、いつも1日2回入っていて、その火を点検するわけです。点検します。 すすると語っていますそれは、えー、いつも検査して管理しながらともしびが消えないようにするわけです。祭祀の行うことはともしびが消えないようにいつも管理すること。油を注ぎ、また、えー、芯を取り替えてそれが祭祀が行う働きでした。新約時代にはイエス・キリストを信じるすべての 神徒が祭祀であると語られましたよね。私たち自身が祭祀としての働きがあるわけです。また私たち自身も灯火であります。ですから、自分自身が祭祀として、各自自分自身の灯火をしっかりと点検しなければいけません。精霊の油があるのかどうなのか、祈りながら私たち自身を点検しなければいけません。管理しなければいけないんですね。また私たちの子供たち、家族、 聖霊の中にあるのか、また聖霊の満たしを受けているのか、どうなのか、いつも点検しなければいけないと命令されているわけです。これをどうするべきですか、皆さん。簡単です。聖書では、御言葉と祈りによらなければいけないと語っています。御言葉と祈りによって自分の魂を点検することが私たちに与えられている責任であるということです。 そうしなければ私たちの魂は乾くことにもなり、また火が消えることともなります。私たち自身の魂のその灯し火に油を供給すること、それが重要なんですね。ですから私たちはいつも礼拝に来て、日曜日、水曜日、蒼天礼拝、出席して油を受けるわけです。ですからこの礼拝というその時間がとても重要なわけです、皆さん。 御言葉が私たちの糧なんですよね。また、実りでもあります。ならば、その実りを祈りによってしっかりと圧縮して、油を絞らなければいけないわけです。イエス様がそ,のそれを月生までで行われたわけです。この月生までという単語は、油を絞る場所という意味があります。油を絞る場所。イエス様が そのイエス様が行われた祈りがそのような祈りだったわけです。ルカニよル福音書22章44節を見るとイエスは苦しみもたえてますます説に祈られた。そしてその汗が地の滴りのように地に落ちたと語っています。イエス様はその油を絞り出すようにですね祈られたと語っています。私たちがイエス様のようにこのような祈りをすることはできませんけれども 私たちもこのような祈りをする努力が必要だということです。一生懸命祈って、しっかりと切に願い求めて、祈る努力が必要なわけです。黙示録5章1節から5節を見ると、師とヨハネが、御言葉を悟るために祈ったようにですね、その御言葉の中にある神様の霊を受けることができるように、力を尽くして祈,り祈らなければいけないということです。 努力しなければいけないわけです。また私たちはその御言葉を実践する信仰が必要です。頭で知識でただ、えー、学ぶのではなく私たちの暮らしにおいて実りを結ぶことが重要なんですね。愛する皆さん、精霊を受けることはとても重要なことであります。そのためにも私たちは各自祈りに力を尽くさなければいけないということをしっかりと覚えてください。 そうやって祈るときに私たちの魂がどん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 明るく燃え上がり神様の栄光を表すそういう信徒となることを私たちに約束されていますその御言葉を信じて従順して祈っていくことによって私たちはもっと多くの恵みを受けることになります祈りの力を受けることになりますまたもっともっと神様の恵みと祝福が与えられることを信じてその通り 熱心に歩んでいく皆さんとのことを主の皆を持って祝福いたします。最後に、またイ御章十六節の御言葉を読んで終わりたいと思います。またイマタ,イマタイによる福音書、5章十六節の御言葉を一緒に読みましょう。共に読みましょう、せーの。そのように、あなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいます、あなた方の父にあがめるようにしなさい。このように、私たちの魂の光を、 えー、輝かすことによって多くの人を、えー、主の前に導いていく皆さんのことを主の皆をもって祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。今日も主の日、神の御前に集って礼拝を捧げ、今日も与えられる御言葉を通して、私たちの魂の油を注いでくださったことを心から感謝いたします。私たちの霊の魂がどん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 明るく燃え上がることができるよう導いてくださり。 また多くの光を輝かすことはできるように神様の栄光を表す信徒一人一人となることはできるようどうか導いてください祈りはとても大変な霊的な労働であります神様が守ってくだされなければ助けてくだされなければなすことはできませんしかし精霊を注いでくださり力を得てもっともっと強く祈ることはできるよう導いてください祈りの 力を得て、精霊に満たされて、私たちの中にある間違ったその欲を捨てて、神様の栄光のために、神様の御心のために暮らしていく信徒となることができるよう、どうか祝福してください。祈りによって、私たちの家庭と、また個人、また職場、すべての教会がリバイバルをなすことができるよう、導いてください。すべてを感謝し、イエス・キリストの皆によって切にお祈りいたします。